服着てる新鮮っすよね。そうだから俺が着ない普段着ない服を馬鹿にしてくるんですよ。馬鹿にしてね自虐自虐いやいやすぐ自虐ネタ自虐ネタをそれもそうや俺にいじれみたいなパス出して衣装衣装ってかブランドじゃ僕じゃ僕理論ね5万円のコートだったら俺1万円のコート5着着たいな考えみたいそうなそう思うさすが下町そうですでこれ口とか切れないっすよ。あ、大丈夫です大丈夫です。まあでも刀剣男子あのナンバー2のガリとガリだからそうです。はい行きまーす。重いなと思った。はいはい揺らさないでもらっていい揺れちゃうんだよブランコだぞ。もうかなり笑顔をいただけるとかなり笑顔。はいはい。じゃあ揺らす揺らす。はい揺らす。はいはい。ありがとうございます。やっぱりカッコいいな。まあブランコで揺れなかったらお前それはただの椅子やつ。形で絡み合うぐらい。絡み合う。いやそれちょっと。衣装すごいじゃないですか。はい、はい、ありがとうございます。今度窓から開けてあのこんにちはみたいなドアから開けてはいはいはい足伸ばした方はいあの自由にですバランスは一回足伸ばしていただけるとじゃあ神戸はそのドリルもあるシャンデリアとアリサを撮ってる。これね、俺のばあちゃん家にある。本当に？いくらするの？じゃあおばあちゃん金持ちなの？違うけど、ね、違うの違うっつうか。今日どうですか？キャストサイズのインタビューですけど。いや本当に、いや健介君とね一緒に取材ということで珍しい組み合わせかと思いきや意外とプライベートもねなんかいいかな。意外とって何？意外とっつうか普通に仲いいから意外やっぱその2人でできる。でも2人でやるの初めてよね、うん、2人のみでお仕事をするっていうのは。確かにね、刀剣のあのシーンぶりだよね、二人っきりっていうのは。出ました、あのシーン。
見てました。あのシーンの見どころ、あのシーンの見どころっすか。あのシーンの見どころって言ってもね、見てない人には何とも言えないんですけど。いやでもあのシーンのさ、帰り道にさ、すり合わせしたりとかさ、したな、したね、立て合わせしたりとかさ、したな。俺は思い出に残ってるって、どっから撮ってんの。いろんなところから有沢くんをお届けしたいなと思って。確かに、でもそろそろ変わってよ。かわ、いや、もうちょい、もうちょい。俺、健介くんの今日 あの、ね、ファッションポイントをちょっと言ってほしい。あ、ほんとに、うん、俺のやってほしい。いや、もう珍しいね、なんかそういう長いの着る健介くんのね。長いのもあんまないし、赤ってあんまない。確かに、あの、こっちの方だと、おしゃれやな。買っちゃおうか。買っちゃおう、買っちゃおう。健介くん、買っちゃおう。買っちゃう、うん、いくら、いくら。でもほら、こういうの、俺こういうの分かんないけど、絶対こういうの、夜は、夜は、夜は、これもいいっすね、絶対おしゃれポイントじゃない、うん、俺もあんまりよく分かる、スタッツ、スタッツ、でもそれついてたじゃん、創建の衣装にさ、いろいろついてた。俺一個もないから俺の、違う、俺だけないの、知らない。みんなスタッツなのに、ハチスカだけない。ちょっとでいや、でもそれは良さじゃん、ハチスカもね。どう、そう、ロング、ロングだとどういう効果なの。ロングだと、まあ今見るとちょっとね、足が長く見えるね。そう、いや、しかもちょっとあの、おしゃれ、やっぱ長いとおしゃれなとこあるよ、やっぱり。じゃあ2017年のおしゃれでいく。そう、やっぱ いてくれ。まずやっぱスタイリストが用意してくれたものを全部買うっていう。何一緒、入り口はそこが一番ね。マネキン全部買うみたいな感じのやつ。そう、マネキン買いね。いや、めっちゃ気に入ってますよ、ケンスケ君。もうなかなか着ないからね。でもちょっとこれをね、今まで着てなかったもんさ、いきなり外出てさ、私服で歩くってちょっと恥ずかしい。お二人のソロ、外、あ、外行ってもらう。いい感じの、はい、おー、いい、いい、いい。ありがとうございました。今日の感想ですって。感想でしたか。いや、なんかやっぱ健介くんとね、二人で取材できるってなかなか今までになかったんで、なんか今までよりね、さらになんか仲も深まって、なんかいい機会だったなと思います。うまいなこれ。めっちゃうまいよ。びっくりしちゃったこれ。今日いろいろね、感想ってことで、なんかこう、翔太郎良かったなとかいろいろ考えてたんだけど、最後にいただいた声が美味しすぎて、これがうまいっていう感想しか出てこない。こういう人なんですけど、でもね、普段は優しいよね。普段って今めっちゃ厳しい人みたいになる。普段は優しいし、まあ、時に厳しく、まあ、これからも長くしてこんな、よろしくお願いします。で、なんか告知はあなたあるんですか。いや、Twitter の方とかブログの方って言ってしまう。はい、私は、4月の1日から、スタミューミュージカルちゃんとするやん。ミュージカルスタミューが始まりますので、久我役をやらせていただきますので、4月1日から東京、そして大阪もありますので、ぜひチェックしてみてください。詳細はですね、ツイッターやブログなどめちゃめちゃちゃんと告知するやん。はい、はい、僕たちが乗っているキャストサイズは、3月の17日に発売です。317ですね。ぜひチェックしてください。はい、ありがとうございました。バイバーイ。